危ない。リローディング。すごい威力と射程。その分重量も。確かにこれは最高レベルの狙撃銃ね。うん。あなたのリアルラックにあやかれたのかもね。改めて言うのもありがとう。こうして無事に勝てたのは、あなたと私だけだったら攻撃力も耐久力も足りなかった。そもそもあなたが仲間がいたからこうして戦えたんだと思う。あら、買いかぶりよ。そんなの評価してもらって悪い気はしないけれど、そもそも足りないって思ったからここに来たのだし。そう、足りなかった。でもシュピーゲルは強くなれば仲間に頼ることもない。仲間は仲間、頼ったり頼られたり、それは強さとは関係ないことだわ。強くなるのは仲間から離れるためじゃなくて、仲間に報いるため。私は今までみんなにたくさん支えてもらったから、今度は私がみんなを支えられるようにって思ったの。え？ありがとう。ちょっとらしくなかったかしら。あのね、誤解しないでほしいのだけど、私に頑張りたいこと、克服したいことがあって、そのために強くなりたいっていう部分ももちろんあるわ。聖人君子の子じゃないんだもん、私は。さあ、そろそろ戻りましょう。レア武器を持っているのだし、多少の遭遇は覚悟して。最短距離を。ごめんなさい、私さっきの戦闘でほとんど弾を打ち尽くしていたわ。ティアマと思ったら重量限界ギリギリになったし、これの初期装填分しか打てないかも。ね、私たち仲間よね。ありがとう。この借りは活躍して返すから。